はやはりここは取りやすいので応募展ソルダムに回しますね。ソルダムラブ前出てる、ロングが急にダブルキル。ただソルダム一人返した、近距離でフラッシュ、そのままダブルキル。さすが激しいキル交換。ただ残ったのは勝ってるのはコンセプションボンツ。いやー押し付けられてますねこれ。車線が絞られた、絞られた部分をどのタイミングで見るかですね。そして広くクロスを組んでいる、順番に出てくる。どちらも下がってこっちですかね。いやラストはシェリフ、アステル勝ってきた。リグロスで一旦回復。だこうやって時間稼いでる間に少しずつこう寄ってきているので、タケジェイメイのキル交換。メイは HP が少ない、しかし抜いた。一瞬かかるのカバー、さらなるシュガーゼロのカバーも入ります。3-4-2人数よりはノーセプション、しかし削っているツオッツ。ロングレッジの打ち合い、うーんシュラッとはアステル対して勢いをかけていく。メイは引っかからない、飛び越えていきました。ラスを打ち落としてファーストブラッド、ピンポイントでワイヤーの上飛びましたよ。ロングレッジサイドステップからのダブルキル、そしてソロダムがダブルドアを落としています。クローは木箱裏、ピラミッド周りまで進行はできますが気になる車線が多い。巻き場手に落とされて残ったのはクロ。いやいいカバーです。1人をなるかわりにメイがいる。うわしゃがみでヘッドラインをずらしていたんですけれども、テン対応しました。ここはゼータディビジョン得意のフィジカルで押していきたいというところもあるんですけれども、フィジカルという話を出すとそれこそノーセプション。そうなんですよね、うん、ゼータディビジョンお得意のシェリフ購入。ここは A サイト歩みを進めているのは頭入れている。ロングレッジ、あの距離は一発では倒せない距離ですが、しっかりと2発当てていきました。ラズであれば当ててきます。クロータイミングを見た、あえて前に出る。いいタイミングつきましたね、前の詰め方。そしてマキバ外周詰めて1面落としました。人数有利だぞ。ここでパイパースピット、エリアを広げます。ただどうだこれは、抑えた抑えた、力でねじ伏せました。ゼータディビジョンここでもハンターズ有利。クロー当たってるぞ、設置を刺す、設置は通りましたが、うん、ダメージを与えることはできました。だいぶ削ったんじゃないですか。バイパースピットはシュガーゼロ、ただクローのショックボルトでメイが落ちています。おっとレイタが見ていない、レイタ背後を突かれた。そしてテンもテケジで落としています。ただラズがソルダムをカット。 3-4-3 3-4-2。さあどうだ、バイパースピットがありますからね。ノーセプション人数よりクロー挟まれた、うん強気に行く。ラストはテン5本目、5高く深く入れました。ここはシーカー、いやまだ設置には入らない。キャベツを破壊にやってますね。さあメイはピラミッド外周入っています。ここまで取ってもまだ動かないのか、ノーセプション。あと30秒、さらなる保証が欲しい。スクリーン上がるのリコンボルト、ただメイを抜いた。巻き場バイクを設置、これで人数よりはゼータディビジョン、タケジエも抜いて、ただシュガーズで1枚返してるがホールでは焦る。これで横をつくぞ、このリアルセットはでかい。飛び出したシュガーゼロ、そのまま3人目。起動、ただ残っているのはラズ。とはいえこのワンオンツーですからね。クラッチキング早速本領発揮なるか。アッセルは動き回るだけ、時間は少ない。シュガーゼロしっかりとラズの位置ケアしている。谷間まずは1人落として、しかしラストシュガーゼロに狙いきれるか。顔を出さない、レイター。ただここはシュガーゼロのバイパースピット、先手を切ってきたノーセプション。ただ範囲は狭いですから、中に対してトレーブレイザーガイリングライト、しかし、うん、ここはテンウォルラも見えている。いやーメイカー、テンが強い。しかしビーバッカーの車線、ここでニューランセット、バイパースピットに対するアンチとなるこのアビリティ、巻き巻かれていた。バイパースピットは落ちた、あとはここ取り切りたい。ワンツー有利を作った、残ったらメイラズの位置上がってる。ラストはスプレー、うーんここでゼータが一歩落とすと、ただレイタのワンピック、ここでレイタを攻略しなければいけないんですよね。
ここは簡単には通してくれません、うん、そうですね、設置は安全に行えますね。問題はこの後のポジショニングとどうやって遠距離で打ち合うか。武志背後を捉えたガイディングライトを入れてワイヤートラップを破壊。ただこれメインにいないことがバレたのでこれ挟まれますよ、ノーセプション。そうですね、ラズも合流しています。 B メイン巻き場はディフェンダーサイド、ここからいかに素早くゼータディビジョン取り返せるか。レイタがまず抜いた。いやー、そして巻き場のリコンが強い、ポイズンカード、そしてゼータディビジョンが襲いかかる。しかし残っているのはソルダメ。上からは落としたもののラストは、しかし武志ガイディングライト入っていくが、まずはソルダムを抑えたのは武志。ただアスペルのホール抜け、しかしレイタ手を抑えています。これホール取られてると逆にゼータが囲まれるんですよ。さらに挟まれましたね、メイのオッペで。このレイタ挟み込んでいる、やばいぞ。巻き場としてメイも位置がバレている、中央が映っている、逃げ場がありません。残ったらアステルワンオンツー。足並みを揃えたいのはゼータディビジョン、完璧ですね。情報を受けてノーセプションどう動くか。おっとソルダムが、まずはファーストブラッド、ソルダムがラズを落としています。これはウッドドアのところですね。ラズはラークの動きでした。武志前に上がるガイディングライト、ソルダムフラッシュ、カバーが早い。しかしアステルのカバーが早い。いやレイタがロングレンジを抜いていった。シュガーゼロが落ちます。アステルも隠れてましたからね。戦術の核バイパーが落ちた。そうですね、3対3、 3v3。 トキシックスクリーンが使えなくなると、ここ広すぎるので見れば分かる通り、そうなんですよね、うん、身を隠しながら進むことができないんです。アステルここでシェリフを拾いました。ノーセプションもシェリフ。さあ天のポジションが非常に重要。ここから挟み込んでいく形、ショックボルトをまずは入れて、お巻き場かなり体力削れましたね。そのまま落とし切った。いやクラシック、どうだ、クロー。いや時間稼ぎはお手の物です。クロージャンプでまでガッチ追っていった。そのまま、いや弾がない、タイミング、よーよーヘッド、どうだ、間に合わない、間に合わない。そのまま切り返していきます。本命は B サイト。いやここも打ち勝った。ここから乗り換えていきます。武器も手に入れた。ラズがバンダルを手にしました。そしてセンターの進行も抑えている。ただここはメイがラズを落として 4-3。 しかしまだ人数有利はゼータディビジョン。ここは一気にキル交換、 3-on-2、 2-on-2、 ソルダムが絶好調。ここでシーカーを起動しました、ソルダム。ただアッセルが巻き場にかなり体力削られてますね。シーカーより先にアッセル落としました。これでワンオンツー。さあ位置は分かりましたが難しいシチュエーションです。フラッシュ合戦、うん、制しましたのは武志。ファンへの序盤のリード取り返して逆転、絶好だ。レイタ、姿見えた。今日のクナイは一味違う、切れ味が増しているレイタ。振り向き、3人目当たってるじゃん。スパイクを設置、これは面白いですね。そうですね、今の音を鳴らすことによって、まあ、ホールから落ちてミッドウッドドアが開く可能性が高いと踏んでいるはずですが、似てる、完璧だ。千里眼全てをもう、ああ今ので分かりましたね。これレイター裏取りの動きですね。なるほど、ここをウッドドア取りに、これ刺さりますよ、メイン舞台。ここでおっと、おっと当たらなかった。ここは少しもったいないし、そしてアクシデントが起きましたね。ショックボルトを打ち込んで設置を阻害するが、ここはしっかりと巻き輪がスパイクの設置を通しました。 4-4、 お互い体力状況似たようなシチュエーション。さあたださらに裏からクローが来てます。クロー味方の不調を阻んだ。クロー抜きましたか。抜きましたね。さあ定番の設置ポジション、まずは回路抜いたラズ、シュガーゼロ返す。ここはシュガーゼロカバーに入っています。ただここはメイが裏取り走り込んできている。ここで気づいた。クローもまた打たせるのがうまい。ジャンプ、ここで1本でもクナイを消費させようと相手を誘い出しています。タキジェイガイリングライト、ここはスネークバイトを少しダメージを受けてしまいますが、なんとか持ちこたえています。いやメイ打ち切ってますね。うーん、いやしかしクラシック、
弾が出れば問題ありません。ただ抑えてますよ。ただその間このラークの進み次第で、あ、天が飛べた。ただ竹地はすでに A サイトラック入り切っている。そしてオールドローンのカバーも入っています。この位置でトレイルブレイザー、さあステルをカバーする味方がいれば、そのカバー落としに行こうという動きですが、ロングレンジはメイヘッドショット先に打ち抜きました。面白い立ち回りですね。竹地を信じて竹地にワンピック取ってもらおうという動きでしょうか。ここでワンピック、しかしレイター、ケーブからのロングレンジ、そして巻き場のバイパスピット、そしてレイタが入れさせない。可愛い後輩を守るのはシュガーゼロ、ちょっと遅れてるぞ。そして巻き場も自らの領域内、相手の隙にはさせません。そしてレイタ下から打ち上げる、残ったのはシュガーゼロ 1v3。 一番バレた。そしてブリッジした。手薄だろうという予想でしょうか。ただこのアステルのポジショニング、まずはワンピック、さあバレたぞ。アステルどこまで粘れるか。粘れない。竹地抜いた。さすがのリコンボルト、ダーツが刺さってましたからね。ドローンのこれで一歩取り返して 4v4 人数イブ。そしてラズのこのタイミングのエルボー上がり、このタイミングでワンピック取って生き残ったということがでかい。そしてエルボーに対してファイヤートラップを設置、圧倒的有利。しかしメイが抜いた。スリーオンスリー、シュガーゼロが返して人数有利を作ったのは、さあここで落ちてしまった。バイブリンク、素晴らしいセンスの斜めブリンク、ボーンスリー。どうだ巻き場、期待に応えられるか。しかしラストはシュガーゼロ刺していきます。設置ポジションを変えざるを得ません、いやーこれラズがかなりいい場所取っているので、ラズの動き次第ではどうなるか分かりませんよ。そうですね、ラズはセンターを進行してきています。もう巻き場の中で粘るだけでいいんですよ。ゼータディビジョンはこのファイブの中打ち落としたレイター。オペレーター勝負はレイターが勝りました。そして天が竹地を落とすものの、巻き場のカバー、巻き場シュガーゼロが打ちます。ゼータディビジョンはラズの動きを待ち伸び、ダブルキル、ラズバンベイスリー、残ったらソルダメ、ラストはレイタがインドを渡した。あ、この勝負感、今回の研ぎ澄まされ方尋常じゃないですね。素晴らしい、削られていますが、おお安全に下がって、これリテイクですね。 B バックから入り込んでいきました。メイこの位置、はあそうですね、これしかもアビリティのみ購入のタイプですね。ゼータ A リンクから4名でのリテイク、さあこれ時間かければかけるほどこのメイの空爆が響いてくる。そうですね、シュガーゼロ雲隠れ、いやクローが返している。かなり削れてるぞ。ここで来ましたメイのスネークバイト、これは解除難しいんじゃないか。まさにその毒のように、時間が経てば経つほどゼータディビジョンを蝕んでいきます。これは解除できませんね。思惑通り、これがサクス、ノーセプションのやり方です。ノーセプション、これバースの位置気づけるかどうか。このバースのシェリフ、ここはソルダムがまずはファーストブラッド、そのまま C サイトの中広くエリアを取っているのはノーセプションです。テーマ後ろ警戒、ラズが来ている。いやー強いシェリフ、ここはレイトのカバー、ただ HP は削れているハーステルのカバーが入ります。走り打ち、これで 3-on-2 ゼータディビジョン残りは2名、クロー竹地、まずは1度目解除フェイク、解除してないのを確認しましたね。ナノスはもう切っているのはノーセプション、ロングに対してリコンボルトが入ってきます。これはカリに来る、前を上がってきていた竹地ですが、うん、ここでシェリフバイ3ラウンド目ですよ。バースはサイト裏、一気にスターが設置されて、これは C サイトのセットアップでしょう。ノーセプション一気に走り込んできま す、ね、パロノニアをどこで切るか。いやパロノニアないか、エントリー、ただラズが落とした。ただアステルのカバーダブルキル、かなり削ってるぞ。竹地は後ろに下がっているが、スモーク越しの打ち込み、危ないところリコショックボルトも入っている。武器は取れていないので、ガレージ対象ナノスワーム、ゼータディビジョンどこまで削れるかというところでしょうね。ここで切るコズミックリバイド、早いシュガーゼロ、ただレイター入ってきている。しかしここは体をうまく出しました竹地、ワンオンスリー、 HP は削れている。まずは1人、しかし走り込んだところをさばいた。ただラストは手肩が出てる、ここはオリジン打ち込んだ。まずはラズがさばく、ソルダムが落ちます。
そうスレイターダブルキル、タケジェもついている。ただシュガーゼロがダブルキル。おお、しかしスレイターのクラシック、なぜ生きてるんだ。ワンオンスリー、クリーンが意味をなさなくなりましたね。ただソルダムの B サイトに対してのエントリー、しかし C リンクが抜かれている。お互いにダメージを与えている。ラズがかなり削られた。これファーストラウンドで見せた動きです。しかしラズが1枚落としています。ゼータディビジョン残り5名、ノーセッションは4名、5オン4のシチュエーション、全く同じ動きです。いやー、かなり前目でのアステロン6ラウンド。さあ裏取りをどう警戒するか。ここは2名での裏取り、パラノイアが入ってロックダウンのタイム、カウントダウンも入っているが、いや、ロックダウン、ここはしっかり優先してロックダウンの破壊を。さあ時間を稼いでメイが生き残ることができればチャンスです。クローが上がり前、そしてタケシも続いている。点を落としています。そのままバースがソルダムをカットしている。だいぶこれで時間が稼げてはいないか。どうだ。さあ刺さった。まずはスネークバイト、ラズが落ちますが、2発目も打ち終わりましたね。これ解除間に合うか。タケシハールも通せない。これはみながつなぎました。ワンビン、まずはトラップアイを破壊、前に突っ込んでいくソルダム。ただここは1キルに収まります。バースがダブルキル、 A サイトの勢いを止めますが、シュガーゼロのカバーでバースが落ちています。いや、すでに入っているクロー、いやー積極的、前に止める。ワンオンスリー強い。最後は横から、ここはソルダムがデルインのお返しだ。しかし食らいましたね。下半身にダメージ受けたようです。ここはバースが C ロングを前に上がってきている。ただ上がってきているポジション、体力ないですが抑えきれない、ね、やはりレイタに削られてきた、削られていた HP というところが響いてきました。体力がないと胴体打ちでも倒されてしまいますからね。これで4オン3、しかしまだノーセプション人数有利ですが、ラズが点を落とすコション。しかしそこではクローのハンターズ有利。まあ分かっていてもすぐに設置やめましたね。あ、でも一発当たりました。ただここはメイがバースを落としています。いや、これは大きい。しかもバイパースピット、そしてコズミックディバイドも切っています。どうやって取り返すか。震災と中広くエリアを取ってるのはノーセプション。しかもロング下がりましたよ。まずはシガゼロ、残ったのはあと一人のみ。これアステル解除すでに通しているコズミックディバイドが裏面出たか、あだとなってしまった。これで4対4、ゼータディビジョン追いつきました。エンサイトのこのラズのステージ裏の位置、いやー、ケージを2本使っての時間稼ぎ、その間味方の寄りを待っています。硬いですよラズ。上からはレイター、しかしシュガーズのソロダブルキル、さらにアスレが続いて、ゼータディビジョンの面々を壊滅させていくのはノーセプション。残ったのはタケジ。素晴らしいですね、リテイク狩りという形ですかね。ワンオンフォー、タケジ一人でのリテイク、ワンブイフォーテイク J 成功なるか。まずはディフェンダーサイドからゆっくりとクリアリング。ロング3名で見てますからね。まずはここ1名持ってきた。しかし素早いソルダムがレイター、ここでガレージ逃げ切った、残った、逃げ切った。ただソルダムがインサイズ上がってきた。ラズを落としてそのまま A リンクへ抜けている。どこまで行く？タケジェ警戒できるか。おっと抜けている、抜けている。いやクロー抑えた。タイミングが。おっとタケジェ見てるぞ。さあいつでも出てこいよと。そんなところは予想できまいと。ラストのことの点、居場所もありません。タケジェが一度解除の音を出して。お、解除フェイクでやることをここで察知しました。確認しました。いや、すごい動き。2枚は上がっていくが。ああ、ここでバース見る。ちょうど穴開いてましたからね。ただ、ここは、スパイカメラで死にしてるってされてる。なんだこの動き。なんだそのアクロバットエントリー。ただ、シュガーゼロが抑えている。噛み合わなかった。ヘブンした、ソルダム、耐える。スモーク抜いた。スモーク抜いた。残り1名。ワンオンフォー、残ったら黒。スパイクをどう拾っていくか。まずは下水道。しかし、ヘブンバレている。ただ頭にテンガーダメージ与えている。ちょっとずれてしまった。ショックボルト、裏取りは警戒していた。まずは落としたが、ここからが問題。 1v3 ラストラウンドなので、もうコスミックディバイド切ってきましたね。降りたヘブン下も予想はできている。前に突っ込んだ。しかしシュガーゼロの領域内、何かを察知したかのようにアステラを守る壁。
ここはレイタが前に出るものの竹下のカバー、 やはりトラップですね。設置はできそうですが、天がここに前に上がる。そしてソルダムがラズを落としています。竹下はミンの前、イメージのリティが足音が聞こえている。頭引っこなし、竹下のシリフ、うん、移動のタイミング噛み合った。走り、ダメージを受けている。3人並んでいる。ここ、いや、ただ困った時のクロウがここで来ましたよ。クロウ 1v3、 1人抜いた、2人目。ただここはラスト天が救いました。いや、壁貫通でシールドが剥がされている。かなり削りましたね。またシェリフ購入なので、いやー、アステル今回は A リンクから、しかも今回も同じなんですよね。タレットベイトですよね。これをおとりにすることによってタレットが反応した瞬間に飛び出しキルを取るという。ここはバレていないラズ、前に出る。そんなことあるのか。噛み合った。おっと、お、隠れた。ここは天のリピーク、あえてピークしますか。前に出ましたが隙を見逃しません。しかしレイタが再チャレンジ、ワンモアチャンス。これロングガン見はしないので、あ、見ますね、ここのタイミングで。いや、ただソルダムが斎藤だから独特な嗅覚ですね。 A ロングに対しての初戦、そして天が A ショートを下水道を守ります。ラストバース、シェリフ少しずつダメージを受けてはいますが、確実に人数をかけてつぶ、ラズ、スパイカメラギリギリバレていない。映らなかったですからね。ドーセプションもすり抜けてきました。お互いカメラに映らない。ここはガレージを抜けていくレイター、ギリギリ見えましたかね。見てなかったですね。なるほど。いや、お互いにタイミング噛み合う。ただここはタレットガンド、ちょうど銃の位置を、はい、そこで抜くことができればそのままダッシュで A サイドでしょうね。ただこの位置なかなか予想がしづらい。2人抜いて1人で止めてしまうのか。しかし竹地なんとか落としたが、崩すことができるのか竹地。ここはギリギリ見えたところ、エントリーした瞬間、しかしノーセプションのお箱をリテイク、スパイク設置、スピード感のあるリテイクが見れるかどうか。ただレイター、ね、いやー、前の位置取ってますね。いやー、そしてソルダムの、いや、これは竹地が釣っている。おー、レイターが背後ついた。しかしシュガーゼロレイター落としています。ハンターキューリー映ってる、軌道に乗ってしまった。テンメイト落としている。ツオンツヘブンスター落とした。ワンワンラストアベイ、なんとか倒した。本当にギリギリの11交換の応酬。今回もエロング、しかしソルダムはポジションを変えてきた。いやー、それ通常たまにあるんですけど、勝っちゃいけないタイプのやつですよね。いやー、いやー、ここで見えたら大きい。どこでソルダムどこまで耐えられるか。突っ込んできている。ショーティーに持ち替えた。クラウドバースト、クラウドバーストの中を渡って、天がまずは1人。しかして竹地のカバー、ソルダムシガーゼロと落とすか。竹地クワドラワンワン、ただ時間がないので設置するしかないが、ラストはメイ、今回もメイが V4 タイムアウト明け、いい形を作ったのはゼータディビジョン。リテイクのアビリティが、うん、コズミックディバイドぐらいですが、状況を見てから切るかどうか判断するというところでしょうかね。シガーゼロアストラルフォームから現在の次元に戻り、スターを起動。シガーゼロまずはワンピック抑える。しかしバースカバーに入っている。ただアーステルも負けていない。キル交換が発生。ロックダウンを切ったらノーセプション、決めにかかります。このマップは絶対に取りたい。しかし前で止めるのは竹地、ここは挟まれている。残ったのはソルダム、ソルダムワンワン、ラズ対ソルダム。ただ時間がない。カメラ、ここでカメラを刺した。ラストシェリフキングヘッドショット決めます。うん、ゼータディビジョンのこのスピード感の連携力というのはノーセプションにもありましたけど、はい、ゼータディビジョンにもまたありますね。そうですね。そしてゼータディビジョンの真骨頂、こういったマッチポイント出ていないので、あ、これ C の動き、ラズさん、ラズソルダム、これぶつかりそうですね。いや、しかしメインが飛ばしダブルキル、これはでかい。絶望的、しかもラズも落ちた。 1v4 託されたらクロスパイクも落ちた。マッチポイントはノーセプション。つなげるか、絶望のナノスワーム。いやー、スパイクを取った代わりに体力を犠牲にしましたよ。どうする？ HP1 決めきった。ラストはアステ